時刻は4時を回りました。繁栄軍師純也への人生好転ラジオ、ここが私のターニングポイントのお時間です。この番組は毎週素敵なゲストをお招きして、その反省を伺いながら、その方のターニングポイントでどんな出来事があり、何に気づきどう行動したかをお聞きしています。毎回語られるさまざまな人生好転ストーリーの中から、ラジオを聞いてくださる皆様の生き方のヒントにしていただきたいとの思いからお届けしております。この番組は短期賃貸 .com、 沖縄大家の会、全国経営軍師会、ウェブマガジンワーケーションの提供でお送りいたします。本日は子どもの居場所づくり支援 NPO 法人虹の橋ファンドの代表されている糸数美希さんにお越しいただきました。糸数さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、糸数さんすごいね、県内以外でも注目されてて、ね、沖縄のメディアとかではよくね、記事になって出ていて、その活動のね、深さっていうか、その課題がすごい大きい分、いつもね、すごいなって、拝見させていただいてるんですけど、はい、糸数さんと初めてお会いしたの、確か島添農家さんの子どもたちのね、はい、児童養護施設を卒園する時の、イベントで初めてご紹介いただいて、はい、お名前はね、よく伺ってたので、はい、すごく緊張してお会いしたことが覚えてるんですけど、お母様ともね、別の機会にちょっとお会いする機会があって、はい、議員もされて、すごく素敵なとんでもないです本もいただいて、はい、すごい素敵な方だなと思って、うん、親子揃ってすごいね、周りの方々に対する思いっていうのが、これほどね、熱い方たちがいるんだっていうのは、すごく僕の中のモチベーションにもつながってるので、ありがとうございます。はい、直接関わることが少ないんですけど、すごく勇気をいただいてます。ありがとうございます。こちらこそ恐縮です。ありがとうございます。で、今ね、実際どういう活動をされているのかっていうのも含めて、はい、糸数さんの自己紹介少ししていただけると嬉しいです。はい、糸数美希です。那覇出身で、そうですね、那覇育ちですけども、年齢から言えば復帰っ子と言われる、はい、はい、48歳になりました。はい、はい、で、私の方は今活動のお話ということだったので、 NPO 法人虹の橋ファンドというのを立ち上げて、もうすぐで10年、まだ10年経ちます。児童養護施設の子どもたちの経済的な支援というところで、特に進学、大学に進学したいと願う子どもたち、また運転免許を取りたいということで、その部分の資格支援、取得支援ということで、給付型の奨学金というものを、10年ほど前から民間の皆さん一人一人の寄付によって立ち上げた会になっておりまして、だいたいそうですね、今これまでサポートした学生さんが60名を超えてると思いますけども、はい、内容としては毎月この子たちは親というかですね、そう、経済的に頼れる状態じゃないので、一人で頑張らなきゃいけないっていうちょっとハードルの高い状態が、卒園してからあるので、卒業して進学をしたいという子どもたちに毎月親代わりというか、そういうとちょっとあれなので、地域のおじさんおばさんたちが彼らが卒業するまで仕送りをして、卒業まで応援するよという形をさせてもらっているものです。はい、はい、ありがとうございます。実際に施設の子どもたちに僕もね、少し関わらせてもらっている中で、はい、18歳を超えて施設を出る時から、はい、いきなりハードルが高くなるじゃないですか。そうなんですよね。はい、はい、実際に生活する時は、多少の金銭的なものは市とか、はい、行政からもあるんですけど、はい、実際に住み始めてから、はい、のハードルっていうのがすごく高くて、はい、おっしゃるように、免許を取るだけでも、はい、やっぱり倍とね、しながら、ね、学生の頃からコツコツ貯めて、いる子どもたちもいますし、はい、それがままならない子どもたちもいますね、はい、進学に向けての勉学っても含めて、はい、そういう意味で糸数さんのね、この活動っていうのはすごく大きな子どもたちの未来をね開いてきたと思うんですが、ありがとうございます、はい、今回ですねこの番組では皆さんの、転換期についてお聞きしてるんですけど、はい、糸数さんの転換期ってどこにあったと思います、はい、これ、普段はね、はい、この虹の橋ファンドの活動の代表としての顔を、見る方多いと思うんですけど、はい、でやっぱりそれを続けるための、はい、根っこの方も ねちょっとお聞きできたらなと思うんですけど、はい、ありがとうございます、はい、そうですね、私の転換期といえばですね、大学を卒業して、沖縄に帰ってきて、沖縄の企業で今働いてますけれども、その帰ってきて後にですね、はい、とてもすごい人に出会いました、まっちゃんって言ってますけど、はい、松本昌司さんという方で、はい、彼は超一流のカウンセラーのカウンセラーをするような人で、それだけじゃなくてですね、体も鍛えてですね、やっぱり武術もうすごいんですよ、はい、もう心も体も鍛えて、それでいても愛にあふれてるような人でですね、もうちょっと言葉に表しにくい方なんですけど、そういう素晴らしい方に出会って、でその後にその出会いがきっかけで私夫と出会うことになるんですね、はい、でその現在、私の、夫なんですけども、やはりこういう活動を続けるにあたってですね、家族の理解とか、サポートがなければですね、続けていけないと思うんですよ。私はとてもそういう部分では家族にとても恵まれてですね、今でも活動を続けさせてもらっているというところです。このじゃあまっちゃん松本先生なんか武術ってなんかどんな武術やってるの？そうなんです。空手もそうなんですけど、今沖縄の空手、私はとっても詳しいわけじゃないんですけど、そういう、オリンピックとかっていう空手ではなくって、本当に本来沖縄で伝わってきた本物の武術って、そうですね。そういうくくりになるのかなと思うんですけど、もうなんて言うんでしょうね。私も彼の凄さは肉体的なこの動きもそうですし、やっぱり心の、人の心を察するとか、やっぱりその思いやりだったり愛だったりっていうのがすごく大きな方で、実はうち夫がですね、別に隠してはないので、統合失調症という心の病を持っていて、で彼のこのまっちゃんの、カウンセリングを受けていたんです。でそういう時に私たちこのまっちゃんとまた他の友人たちととても仲の良いグループだったので、うちの夫を紹介して、この友達グループに一緒に入れて、カウンセリングの一環というか、友達を作って仲良く楽しくっていう場作りをして、彼をもっともっと成長させようというか、このうちの夫をですね、成長させてカウンセリングの一環としてっていうところの輪の中に、夫が入ってきたので、そこで私は、夫と出会うんですけど、そこでいろいろですね、いろいろありました。先ほどちょっと打ち合わせしている時に、その当時別のパートナーがいらっしゃったんでしたっけ？そうですね、私もう結婚が決まっていてですね、その時に、それでその方とのお付き合いをして、もう来年すぐもう来年結婚だっていうもう準備までしていたんですね。ですがうちの夫と出会って、彼の持ってる純粋さとか、私が持ちえない芸術的な才能とか、なんですか、言葉で表せないような、とても惹かれる気持ちが湧いてきてですね。もうなんて言っていいか分からないんですけど、なんか降りてきたんですよね。ちょっと言い方がこの方だっていうのがもう分かるっていう感覚なんですね。で、この人が私と結婚する人で、私はこの人と結婚したいっていうのが、この表だった感情とは真逆というか、この心の底から湧くような、なんていうんだろう、喜びっていうか望みというか、この人と一生を共にしたいと思う気持ちが出てですね。すごいですね。そう、なんかね、言葉には本当にしづらい経験なんですけど、それで今の夫と出会い結婚を決めて、結婚予定だった方を本当お断りして、で周りは意味がわからないという感じなんですけど、はい、まあご本人しかわからない感覚ですもんね。そうなんです、はいはい、感覚ってやっぱり言語化できないものですから。そうなんですよね。ただ確信があったので、私は今でもこの結婚に関してですね、いろいろあるんですけど、やっぱり病気のこともあるので、はい、専門的なことはよくわからないですけど、はい、夫と結婚して、そして子どもたちが生まれて、そういう家庭生活が遅れていることに、はい、もう本当に幸せで、あの時の決断は本当に間違ってなかったなっていうのは今でも、はい、強く、もうこれはもう確信としてあることで、はい、この結婚されてから、はい、周りにもともとパートナーがいらっしゃったところから、はい、運命の今のご主人との出会いから、はい、結婚されてから、はい、もういろんなことあったと思うんですけど、はいはい、周りもね、はい、意味がわからないって言ってたぐらいですから、ね、波乱万丈だったと思うんですけど、 そうですね、はい、その辺はどんなですか、はい、結婚されてからは。そうですね、まず両親は、あちらの両親もそうですけど、本当に意味がわからないということで、はい、一時的にちょっとうちの親とはですね、絶縁じゃないですけど、はい、ちょっと距離を置くような、はい、期間がありました。でもやっぱり孫が生まれると、やっぱり変わってきて、理解が増えて、今では本当にうちの夫も一緒に食事をしたりとかっていう良い関係になってはいますので、はいはい、とても良かったなと思ってるんですけど、結婚してあとですね、夫のことを話せば本当に尽きないんですけど、例えば、自分探しに出るわけですね。ご主人が、はい、うちの夫が帰ってこないとか、もうでも慣れるんですよ、それって。慣れてきてですね、私結構、はい、性格的に大雑把なものですから、はい、まあいっかなみたいな最初は心配するんですけど、もう 2,3 日帰ってこなくても沖縄本島だから、はい、別にこの島からどっかに出ることはできないので、どっかでいるだろうみたいな感じとかですね、どこかから警察の、通報があってとか、はい、交番から電話があったりとか、迎えに行ったりとか、もうこういうのいっぱいあって、はい、路上で寝てるとか、なんかある時は救急車に呼ばれたりとか、いろんなことあるんですけど、はい、皆さんに支えられてですね、はい、私自身もそういうことに対する免疫が強くなったというか、もともとあったのか、そういうところではそれをあまり苦にしてないというかですね、はいはい、というところもあり、いろいろありますね。そうですね、会社の方でも職場でも、やっぱり理解のあるメンバーと一緒に仕事させてもらってるので、そういう夫の状態が悪い時に、急に休みを取らせてもらったりとか、はい、いない間のこの休みの期間、ちょっと長期の休みいただくこともあったんですけど、そういうところはもうチームワークで支えていただいたりとかっていうことで、そうなんですね、はい、もういろいろなことに対してとても恵まれていて、はい、夫との生活も今も、はい、いろいろありますけれども、はい、続けてますね。わあ、すごいですね、はい、今されてる活動自体もすごく大きいもので、いろんな課題が日々飛び込んでくると思うんですね、はい、子どもたちの人生に関わっていくと、はい、やっぱり相談できる相手が少ないですから、はいはい、そういったところもそれだけでもすごい大変っていう感じはあるんですけど、はい、ご家庭でも、はい、そういうね、ご主人の自分探しの旅って何度も出てって何度も書いてあるんですね。そういうのはね、なかなか表にね、僕たちに限って言えばそれ見えないところだったので、はいはい、そのお話を聞いてすごいびっくりしたんですけど、はい、実際にじゃあご主人がいたから周りのサポートも、はい、すごくもっと近くなって、はいはい、手厚くなったっていうか、はい、周りの思いも寄せられるような形になってきたから。そうですね、先ほどおっしゃってたのは、周りの人がいたから自分があるんだってことでおっしゃってたのが、はい、今ね、なんかちょっとつながってきたような感じがするんですけど、はいはい、その後やっぱりこの活動しながらっていうと、家庭と仕事ともうこの活動の両立ってすごく大変だと思うんですけど、はい、どのようにされてました？そうですね、夫はいろいろアップダウンがある中で、まっちゃんというスーパーカウンセラーがいますので、ほぼ24時間体制で何かあったら来てくれたりとか、相談に乗ったり、また心のことをよく分かる方なので、はい、私はもう理解できないんですけど、うちの夫に根気強くもう付き合ってもらって、もう家族ぐるみでずっと見てもらってるので、もう言えばもう子どもたちも、うん、例えばうち娘が小学校の頃から不登校を約6年ぐらいやってましたので、はい、それもずっと見てもらっていて、うん、なので私にとっては、まあ、私はなんです母であり妻であるんですけども、うん、私のできる枠っていうのは枠があってですね、はい、でそれをカバーしてくれるそのまっちゃんみたいなスーパーカウンセラーがいたり、うん、また近所のご理解のある、はい、うちの夫がどっかで倒れてたらあそこで寝てたよとか今日は挨拶した時に、はい、元気そうだったとか、うん、なんか表情暗かったよとかとても、うん、教えてくださる夫を否定せずに、はい、追い出そうとせずにこの地域にいることを認めてくださる方たちがいたりとか、嬉しいですね、はい、でまた子供が先ほど言いました不登校やってた時にもその、うん、まっちゃんが来て子供のこの細やかなこのやっぱりうちの娘はすごく感受性が豊かなので、はい、私みたいにこう大雑把なものが理解できなかったり不登校っていうのが最初やっぱり理解できないので、うん、いけいけって学校行ってたんですけど、はい、それを受け入れるようになって、まあ、変わってきた世界があったりとかですね、それもまあこのまっちゃんのアドバイスとかを含めた皆さんのサポートとかがあったので、うん、はい、まあ、娘も無事に今18をもう少しで迎えますけど海外に留学をしたりとかですね、それから今ではもう不登校だったのっていうぐらいですね、うん、レジでバイトをしてたりとかバイトでレジ係やったりとか人前苦手だったんだけどなみたいなところもあるんですけど、そういう娘の成長を見させてもらえたりとか、うん、はい、また息子は息子で本当にうちの中で明るい陽気なキャラっていうか、まあ、今本人はコミュ障とかって言ってなんか中学校今2年生ですけど、はい、人前に出るのが苦手になってきてはいますが、その年頃の成長をしっかりして反抗期もそろそろ迎えるかなって感じですけど、たくさんの方たちに支えてもらっているおかげで、うん、家庭生活に関しては夫も元気な時っていうか、はい、うん、この病状がひどくない時には、うん、いつも私を応援するんですよ。私がこういうことやりたいって言ったら やってって、うん、で結婚する時にお互いの才能を伸ばし合おうねっていうのが、うん、私たちの中では誓いみたいなのがあってですね、私は彼のその芸術的なものをとても尊敬していて、うん、書を書いたり絵を書いたり、うん、で彼が書く表現する文字とかも面白いんですけど、いつか本にしたいと思ってますけど、それから学ばせてもらったり、夫は夫で私いろんなことを本当にやりたい人なので、うん、それ一度もダメだって言ったことないですね。すごい。いつも本当に笑顔で、うん、全力でというか、うん、心からやったらいいって、うんうん、っていうのを認めてくれる人なので、はい、だから心置きなくこんなにたくさんやるんですよ私の心が自由にこう向くままに、はい、あれやりたいなこれやりたいなってことで、うん、はい、すごい。でもこの結びつきってすごいね、はい、やっぱり出会うべきして出会ったはい、お二人だったと思うんですけど、はい、まあ、ご家庭の、まあ、その課題をクリアしていったところも含めて、はい、一旦 CM 入れさせてもらって、はい、後半の方でちょっとお聞きします、はい、一旦 CM です。繁栄軍師純英の人生好転ラジオ後半です。前半ではですね、伊藤和さんがご主人との出会い、またカウンセラー、スーパーカウンセラーの方のご縁で、ご主人との、ご縁がつながって、で家庭を持って行かれるんですけど、ご主人が持っていらっしゃる持病の、まああと娘さんが抱えてた課題の不登校っていうのを、抱えながらお仕事をして家庭と仕事と活動をされてきたんですけど、まあ、娘さんも成長して、スーパーでレジをするっていう、はい、自らねその踏み出してどんどんいい方向に変わってきているわけですけど、はい、新しい形の糸かづけってどうですか？はいはい、実は今、うん、夫はですね、一人暮らしを始めています、うん、というのも娘が成長する時にですね、はい、やっぱり夫との時間っていうのはすごく不登校だった時間がですね、うん、共に過ごす時間が私よりも随分多くて、うん、その中で彼女なりの葛藤もあったと思うんですね、うん、お父さんの病気と、はい、別にお世話をしてと私は言ってませんけど、やっぱり同じ空間でそういう時間を過ごすのがやっぱり辛くなってきて、はい、で結果やっぱり距離を持った方がいいなということになりまして、うん、はい、まあ、うちの夫翔くんですけど、はい、彼がこういう作品を書いてたんですね、うん、愛し合える距離感という作品があってですね、それすごくもううちの家族に今ぴったりなんですね、うん、はい、子どもたちにやっぱりお父さんが愛してくれているという思い出もありますし、うん、現在もそういう父という立場がありますので、うん、良い関係を築いて、まあ、キープするっていうために、はい、また娘たち、うん、息子たちもそうですけど、これから巣立っていくためのしっかりとした地盤固めをするためには、うん、やっぱり安心した、うん、環境での、まあ、生活が必要だなっていうところで、うん、お父さんの不安をちょっと抱えさせてはいけないなということで、はい、彼には今一人暮らしという場所ですねあって、そこで一人で生活をする、で彼もそれを望んで、はい、いましたので、うん、今始めているところですね、うん、なので私自身は家族っていうのはいつも一緒に暮らしてて、はい、共にこの空間や時間を分かち合うものというか、うん、一緒にいることが家族だと思ってたんですけど、はい、そうじゃなくて、そうやって一人になるとか子供と距離を離すためにこう別れるとか一緒に住まないっていう選択に関して、はい、最初はとても抵抗があったんです、うん、これを自分自身受け入れるのにとても時間がいったんですけど、はい、でも結果そういうことをすることで、うん、娘はのびのびと、うん、成長してですね、はい、アイルランドという国に英語を勉強しに半年ぐらい行きましたし、はい、そういうスダ島という飛び立てる、うん、環境っていうのを彼女が安心したことで、うん、自分が自発的にできるようになったというかですね、はい、今先ほどおっしゃっていただいたように、そうですね、はい、スーパーのレジで、はい、バイトをさせてもらっていて、うん、そういう積極的に外に出ることもできるようになっていてですね、うん、自分に自信がつくというか、うん、彼女らしく、うん、社会に出ていく準備をしている感じなんですね、はい、うん、はい、なので距離を持っていくことで、うん、でもそれでも愛し合えている、うん、お互いにその場所でお互いを大事に思えるっていう距離感っていうのがあるんだなっていうのがですね、やっぱり実感としてあるんですね。だから一緒じゃなきゃいけないとかいうのはないんだなと、お互いを思える気持ちがどこにいても、そういう距離を持つことでもできるっていうことが、実感としてですね、今、はい、経験している中で、あるなと、はい、なるほど、思っています。これやっぱり価値観がすごくガラリと変わったってあるじゃないですか、はいはい、でそれはご主人が、まあ、作品を書くための場所ということで、はいはい、一人暮らしをされたっていうことのは、はい、すごくやっぱり大きいでしょうし、はい、おっしゃってたように娘さんのね、はい、軽やかさっていうのかな、そうですね、自分のところに、自分に向き合う、はい、ことに全力を上げるっていうところに、はい、やっぱり手足を伸ばせる距離感っていうのはすごく大事だなって改めてね、今のお話を、うん、聞いて思いましたね。でやっぱりこの思い込みっていうか、こうでなければいけないっていう価値観、はい、皆さんそれぞれね、はい、いろんな価値観をお持ちだと思うんですけど、はい、そういう形で一歩踏み出して、その価値観を壊すじゃないけど、はい、違ったものに変えても、はい、その関係性は意外と崩れない、はい、心配してたものは訪れないっていうのがね、はい、やっぱり糸数家で体現されてるのがすごく印象的だなと思って、はい、ありがとうございます、はい、いろいろね、糸数さんの場合も背景としてもすごくいっぱいね、ストーリーが終わりなのでいろいろお聞きしていいんですけど、はい、はい、なかなかちょっと放送の枠内では収まらないので今度改めてね、またビハインドストーリーの方でもお付き合いいただけると嬉しいです。 ありがとうございます。はい、もう本日はもうあっという間のお時間となりましたが、はい、本日のゲストは NPO 法人虹の橋ファンド代表の糸数美紀さんでした。これからのご活躍を楽しみにしております。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで本日のゲスト糸数さんのお話はいかがでしたでしょうか。本日の放送内容を再度お聞きになりたい、ご本人とつながりたいと思った場合は YouTube 専用チャンネルにリンクをお貼りしておきますので、繁栄軍師で検索されてください。その際にチャンネル登録や高評価いただけると嬉しいです。この番組は短期賃貸 .com 沖縄大家の会、全国経営軍師会、ウェブマガジンワーケーションの提供でお送りいたしました。来週も素敵なゲストさんと一緒にお会いしましょう。さようなら。